兵庫県天ヶ崎総合庁舎阪神、南県民センターは、日本の都道府県の一つ、兵庫県が設置している出先機関である。県南東部、阪神間地域の南部を管轄する。所在地は、天ヶ崎市の兵庫県天ヶ崎総合庁舎で、西宮市に西宮庁舎を設置している。前身組織として1942年に設置された、向川地方事務所が認められる。 向こ軍と川辺軍の二軍を管轄する、向川地方事務所をは初め旧川辺軍役所の所在地であった伊丹市に置かれていたが、1945年4月1日に旧向こ軍役所の所在地であった西宮市へ移転した。なお、現在の西宮市北部は1951年まで有馬郡に属し、三田町の有馬地方事務所が管轄していた。1975年4月、 地方自治法上の市長として阪神県民局が尼崎市に設置される。2001年、阪神県民局は阪神地域の人口増加に対応することを主な目的として南北2局に分割され、阪神南県民局が設置された。分割後も阪神北県民局とは密接な連携関係にあり、分割前の阪神県民局時代に策定された。 地域ビジョンを共有している。2013年、兵庫県は阪神南県民局と中張間県民局の2局について、館内の中核市に大半の権限が異常されていることを理由に廃止し、近接する県民局へ統合して八局体制とする。この案では阪神南県民局は阪神北県民局と再統合される予定であったが、県議会や 両県民局の管轄区域に含まれる市長議会で廃止案に対する反発が相次いだことと中核市である尼崎市、西宮市、姫路市以上に多くの権限が県から移譲されている神戸市を管轄する神戸県民局が廃止対象にならないのはおかしいとの批判を受け、神戸を含む3県民局の規模を縮小して県民センターに改祖する方針へ修正され、 2014年4月1日に阪神南県民センターが発足した。2018年県は阪神南県民センターを阪神北県民局と再統合して阪神完全域を管轄する阪神県民局とする方針を打ち出した。再統合後の県民局は本局を北県民局管内の伊丹市に設置する予定で2022年度の発足を目指している。 新県民局の統合後、健康福祉事務所の管轄区域が飛び地状態となる、アシア健康福祉事務所は、宝塚県幸福祉事務所の分室とする方針が示されている。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は、旧、摂津国、丹波国、張馬国、田島国、淡路国、美前国、三正加国の国境。 1、神戸県民センター2、阪神南県民センター3、阪神北県民局4、東張間県民局5、北張間県民局6、中張間県民センター7、西張間県民局8、田島県民局9、丹波県民局10、淡路県民局県民局の発足当初は、天がさ総合庁舎でも所管していた県税に関する、業務は、西宮庁舎の県税事務所へ統合。 一元化された。健康福祉事務所は他の都道府県における保健所に相当する。県民局時代に設置されていた西宮土木事務所はセンターへの改組に伴い、阪神北県民局宝塚土木事務所と統廃合されている。ありがとうございます。